ツーのすぐ挨拶会、ハンドレードと行っておりますよね。今日のしょうがない動画、今日しょうがない動画をつけていただいたスキーさんです。なんかもういつもやってるオープニングをしくじってしまうというね。すいません、どうもすいません。はい、実は今日ね、ちょっとやっぱりご報告ありますよ。あとお仲間さんにもご報告しなければいけないことがね、P さんにも土産話満載でお届けしたいなというこの一本でございます。今月の12月のね14、15、使って、まあ、連休いただきましてですね、大阪出張行ってまいりましたよ。もうレッツ原付の 50cc のバイクはね、横浜から大阪まで新車を納車に行く旅、もうしびれたわねこれね。でまずあの13日の月曜日、お仕事を終わってですね、お片付けをして、でそこからもう出ますブラッつってね、もう東名高速乗って、まあ、まず海老名でお土産をちょっとねチョイスさせていただいて、結構ね、これもいい金額になったね。もうそれ言うな。いや言うてもさ、そのあったんだよ、横浜っぽいものね、もうシューマイの真空パックの今日持ちするものなんかもあってさ、真空パック、あともう小籠包とかさ、なんかあの肉まんとかね、結構あの中華街の肉まんとかなんかも結構かなとか思ったけど、どれも高いんで、まあ、ちょっとあのまあ横浜っぽいお菓子でお茶を濁すというね。まあそんなんでお土産をキープしながらブーンと走っていきましたよ。で大阪着するわけです。でこれ意外とね、あのだから朝方ですよ、着いたのがね、こっちのんびり走ってて、結構休憩をね刻みながら行ったんですけど、まあ言ったらその月曜日の夜出て、まあ、火曜日の深夜帯ですよね、大阪市内に突入、まあ、現場の、まあ、最初に登録に行かなきゃいけないので、はい、大阪市内の市役所のね、ところの近くに基地見つけなきゃいけないなと思って、であのうろうろして、まあ、あのちょっと住宅街の中のコインパーキングですよ。でそこを入れさせてもらって、仮眠を取らせていただこうと思ったわけですね。で朝市役所が開いたら登録に行ってって思ってたんですけど、これがねちょっと舐めてたよね、大阪の冬の陣寒いダメ、結構だからそのちょっと仮眠取るぐらいの毛布とかを持ってってたんだけど、あの住宅街の中だからエンジンかけっぱなしってわけいかなくて、まあ、ご迷惑になるだろうなと思ったからエンジン切ってさ、で最初のうちはあの暖房効いてたからさ、ああ余裕余裕なんつって思って毛布かぶって寝てたんだけど、まあすごいですよ、あの朝方凍死寸前ですよもうグランダかな、これ寝れたもんじゃねえしみたいなさ、いやそのままよ、ね、ちょっと、ね、あの寝ちゃったら凍死だ、やばかったかもしれない。俺なんか朝冷たく、大阪で冷たくなって発見されてたかもしれない。寝てくださいよ、ね、いや一応無事生きてまして、で朝目が覚めて、で、その市税のね、管轄するところへ登録へ行かせていただいて、ナンバーもらってさ、はい、いや新鮮ですよね、ほんとね、もうなんかやっぱりね段取りが全然こっちと違ってて、その市役所の、その市役所じゃないんだよな、市の出張している出向しているところで市税を担当するところがあって、でそこ行って、なんかあれ、あここえどこなのか、ここなのかなーって言ってたら、え違うよそこじゃないよって外国の人に言われてなぜみたいな、あここじゃないんだみたいなね、でそんなこともありながら、な無事登録できましてですね、でねドッカンさんのところへ納車に伺いました。であのお昼ぐらいのお約束だったんで、そのまあナンバーもらって、でもらってきたナンバーをね、またそれもまたコインパーキングでナンバー取り付けてさ、はい、でこう準備して、いやこれから納車かーなんつって、いやー本当新鮮だよね。そんなことやってる時もさ、なんか隣にこう車つけた大阪のご家族がさ、
まあそれはなんでやねんどないやねんっつってさ、そんなんで親子で喧嘩してるわけですよ。なんでそんなのなんでやねんそれちゃうやんみたいなさ、すげえっつって、それ喧嘩じゃなくて普通に話してただけなんじゃないの。喧嘩じゃないのかな、うん、多分普通の会話なのかな。そうですよ。いやなんかそんなのも新鮮でさ、でまあまあ生つけてドッカンさんのところに向かうわけなんですけど、いやもう納車もね、なんかじゃあドッカンさんにもね、なんかお土産いただいちゃって、こんなね、いろいろいただいたんですよ。でこれもあの軽トラのね、シートなんかにも引いて使うようなクッションなんかをいただいたりとか、いやもう本当ドッカンさんその説はお世話になります、ありがとうございました。本当にねこんな貴重な体験なかなかできることじゃないですよ、本当にありがとうございました。でまたドッカンさんがいい人でさ、本当に良かったですね。もうだから、うん、もうこういう人に呼んでいただいてこんなお仕事が成立するんであれば、まあ、月1ぐらいで行ってもいいね。本当？もう全然ね、いや意外と長距離の運転も行けてね、うん、意外と大丈夫でしたけどね。で納車を無事に終了させまして、でお預けしてね、じゃあもうこれで帰路に着くわけですよ、はい、お疲れ様でしたっつってね、じゃあ帰ろうかっつってってわけにいかなくてですね、実はいつもお世話になっています大阪といえば、ギャングパーツの小林大社長からですね、まあ、そもそもこの企画が出た時からもうすぐ電話かかってきまして、いつ来るんですかと。いやいやいや、ごめんごめん、行くかどうかもまだわからないっていう段階からお電話いただいてまして、はい、結構何回かお電話いただいてたんで、これ行かないわけには行かないのかしらみたいなことで、はい、まあ、お邪魔するなどになりました。でその時にちょっとねタイミング合わせて桜田高校の近藤プロデューサ ー合わせてね遊び来てくれて、いやまあもともとギャングパーツさんで動画を撮る予定みたいなね、今ちょっとやってる企画があって、そういう予定はあったらしいんだけど、まあやっぱ僕が行くところになるべくみたいなことで合わせてくれたんでね、まあ納車が終わった後にギャングパーツさんへお邪魔しますと合流できましたよ。本当にね。でギャングパーツの小林くん、桜レンタカーの近藤プロデューサーですね。でギャングパーツさんのところのねスタッフの方もうちではクロコップくんと呼んでおりますけど、その若手の従業員の方も交えまして、いやー楽しかったですね。僕もお邪魔して、まあその動画を撮らせてもらったりとかね、でギャングパーツさんと桜レンタカーさんでコラボしてる動画の撮影風景なんかも見学させていただいて、で、まあ、いろいろこうねケンケンガクガクいろんな話して、で夜になりますと小林大社長がチャーターしてくれた行きつけの高級居酒屋さんでですね、はい、まあお食事会、すっかりごそうになりまして、なるほど、いやーあれもまた楽しかったですね。まあそのねさっき言った4人でお食事会というような形になったんですけど、まあ飲んで食べて、この模様がちょっとギャングパーツの小林くんのところで少し生配信されたんですよ、うん、それちょっとかみさんもちらっと見たらしいんですけど、うちがね、まあ今は上がってないと思いますけど、とても人様にお見せできるような代物じゃないんで下げてもらってよかったなとは思うんですが、いやー楽しかったなぁ、ほんとね。ね、でそんな宴もいよいよ、終わりを迎えますとですね、まあ始まるわけですよ、お支払いのことでね、これ誰が出すんだみたいな話ではなくて、俺が出すみたいなことで揉めてるんですよ。なるほど。でギャングパーツの小林大社長、それはもう皆さんに来ていただいて俺が出さないわけにはいかんやろっつって言ってるわけです。で桜レンタカーの近藤君がいよいよそこは俺が出さんといかんけん、うん、みたいなことになってるわけです、はい、この熾烈な争いですね。いやもう俺がやってるんですよ。なるほど。で僕はどうぞどうぞ。もう高みの見物。なるほど。みたいなね。いや本当もうそうです、ごちそうさまでした、ありがとうございました。まあ、小林くんがあれたわ。あれはすいませんね、すっかりごちそうになっちゃって本当にありがとうございました。で近藤くんもねなんかお土産持ってきてもらってて、でワイズさんになんて言ってちょっと袋もらってさ、博多土産で
いただいたんですよ。博多宮の、まあ、福岡のさ、お土産をいただいたんですけど、まあ、その中にね、ちょっとこれ、さくらレンタカーさんのオリジナルグッズですね、車検証入れみたいなのとか、このワッペンなんかも入ってて、いや、またちょっとね、こんな貴重なものをいただきまして、ありがとうございました、本当、もう、あら、それ、あれじゃない？今、ネットで人気のって、うちの神さんが言ってましたけど、ああ、なんか欲しい方いっぱいいらっしゃるみたいでね。すいません、うちいたとしたっけ桜レンタカーのファンの方には申し訳ない、いただきました、はい。で、詳しくには、まあ、それで晩ご飯もそうなったんですけど、僕1日目のね、その投資仕掛けたお話を、まあ、飲んでる時にしたら、どうしてもね、夜小林くんにごそうなってる時にお酒飲んじゃったもんでね、でそうすると2回目の車中泊が待ってたわけですよ。飲んでまた極寒の車中泊、俺死ぬかもなって思っていや、そしたらね、小林くんにもこうなんか寝袋をお借りして、いやいや、もうちょっとね、持って帰っていいですよっつってあ、そうっつって、じゃあちょっとお借りして、お預かりになってます。あ、なるほどなるほど。だからこれ、送り返すのもなんだから、まあ、小林くんちょっとね、また用事あったら取り来て万が一俺がまた大阪行くようなことあれば一応持ってくるということで預かりになってます。はい、ありがとうございます。いや、もう本当ね、そんな旅で、いや、楽しかったなということで、まあ、誰に一番迷惑かけたかなって言ったら、僕と小林君と近藤君で大騒ぎしてる、こう、まあ、ギャングパンツさんでも動画撮らせてもらったんですけど、一番迷惑したのは黒コップ君だと思うんでねお付き合いいただいてありがとうございました本当に社長の下で働くの大変だね大変でしょって聞いたけどねでもいいコンビだよ、あそこ言いたいこと言い合ってね、やってるの、仲良くやっておりました。で、そんな楽しい時間もあっという間に終わりましてですね、帰路につくわけでございます。で、はい、ちらおっちらまた6時間7時間ぐらいかけてのんびり帰ってきたのかな、うん、無事にこうやって帰宅しております。で、このお土産話をね、 P さんとお仲間さんにさせていただこうという感じだったんですけど、ただその行き帰りと、あとはドッカンさんにこう納車するこう、大阪旅と、あとはね、ギャングパーツさんで、ちょっと僕もね、動画撮らせていただいたんですよ。で、結構そのお土産話動画が満載で、これ編集しないとお見せできるものにはならないと思うんで、ちょっとずつね、大阪出張編動画、まあ、随時こう編集が終わり次第アップしていくんですけど、もう結構何本かになると思います、はい。まあ、僕的には楽しかったものをね、つまんでお仲間さんにお土産話としてお見せできればなと思っておりますけども、まあ年内完結するかなっていうような感じで、ちょっとちょっとずつね、編集を頭の中から上げていきたいと思ってますんで、のんびり大阪出張編、原付屋が大阪に、横浜からね、納車に行くとどんなことが起こってるのかいうものをご覧いただければありがたいなと思っております、はい。いやー、ただねー、 P さんごめんね、お土産買ってきたんだよね。いやー、いいんですよ、うん、P さんにね、お土産っていうかね、そもそも家にもお土産買ってきてなくて、かみさんにも怒られちゃってはぁーと。いや、ただごめん、俺そもそもたこ焼きも食べてないからね、もうほぼほぼとんぼ返りみたいな感じで、まあ、美味しいものは小林君にごちそうになりましたけど、お土産も買わずほとんどとんぼ返りみたいな感じで帰ってきちゃってね。で、お土産そうね、何にも買ってこなかった、 P さんにも何も買ってこなかったしなと思って、かみさんにはね、近藤君からいただいた福岡のお土産渡してお茶を濁すというねおいおいおいとなんで大阪の土産が福岡の土産になってるのかがよくわからない。まあ、そんな旅でございましたけどもね、まあ、しょうがないですよ、別に俺もね、遊び行ったわけじゃない、そう、仕事ですから、はい、そこのところお仲間さんもよろしくどうぞという形になっております、はい。まあ、そんなんで随時ちょっと大阪土産のお話動画上げていきたいと思っておりますので、またお付き合いください、はい、よろしくお願いいたします。この企画森の金まだこの見届けをまた次回、どうもありがとうございました。お疲れ様でした、はい。いやー、楽しかったな。